はい、というわけで宮古空港か到着しました。これから送迎があるんで送迎に乗ってホテルに向かいたいと思います。というわけでチェックインしましたが、まだお部屋には入れませんので、これからいろいろ出かけたいと思います。はい、ね、それこれ行きたかったんですけど、ディスカバリー伊良部島、なんとコロナの影響で車が出せませんということなので諦めます。はい、というわけでジギラ内の温泉来たんですけど、貸し切り温泉があったんでそっちにしてみました。すげえなこれ、めっちゃいいじゃないですかね。これが温泉プールっていうらしいですね。温泉でできてるプールです。今温泉終わって上がります。というわけでホテルに戻ってきました。もうそろそろ15時になるんで部屋に入れると思うんで、フロント行ってお部屋に入ろうと思います。はい、ということでこれから初日の夕ご飯です。いや、お腹マジで空きましたね。はい、というわけで1日のスケジュールが終わって部屋に戻ってきました。今日は空港着いてからホテル来て、すぐにはお部屋入れなかったんで、施設内をぐるっと回ったり温泉入ってのんびりいろんな考え事したりとかして、ゆったりとした気持ちで1日を終えることができました。ご飯もすごく美味しかったし、その後星を見に行きましたね。天体観察っていうんですかね、双眼鏡なんかで土星を見たら輪っかとかね見えるぐらい360度綺麗な星空っていう感じでね、すごくまたいろいろ考えさせられました。また明日は朝から、シュノーケリングしながらウミガメさんとね一緒に泳いだりとか、シーカヤックかなんかボートみたいなのに乗ったりとかですね、そんなのもやっていきたいと思います。また明日お会いしましょう。今日一日お疲れ様でした。はい、おはようございます。2日目です。これから朝食を食べて、このミニガメと泳ぐシュノーケリングとシーカヤックっていうなんかボートみたいなやつを漕いで行っていきたいと思います。
海沿いを散歩中です。いやいい感じですよね、やっぱりね。もちろん海外もいいけど、日本にもねまだまだいっぱいいいとこありますから、力尽きるまで旅したいですよね。今ちょっと簡単な仕事があったんで、バーッと仕事終わらせちゃいました。 Wi-Fi 環境さえあればね、大体どこでも仕事できちゃうし、まあ、今回ね、コロナの騒ぎで、まあ、いろんなネガティブなこといっぱいありますけど、まあ、ネガティブなことばっかり言っててもしょうがないんで、あえてねプラスなことを言うんであれば、まあ、Zoom ミーティングっていうのがね、今世の中コロナのおかげで一般的になったっていう部分があるので、コロナと関係なくてもね、今後仮に収束して普通の生活にね仮に戻ることがあったとしても、この Zoom っていう文化はね今後も残るでしょうし、まあ、オンラインで会議をしたりとかね、オンラインで仕事ができるっていう文化は今後もどんどん増えていくしと思いますし、リモートワークっていうのはね意外といけるんじゃんっていうね部分が分かってきたんで、まあ、そういう意味ではプラスでしたよね。まあ、一方で完全フルリモートってなると、僕のやった感触ではちょっとこうその組織に対する帰属意識がちょっと薄まったりする部分もあるのと、まだね環境が整備しきれてないせいっていうのもあるんだけど、やっぱり業務効率が落ちるっていうか、どうしてもこうジョブ型の仕事に変わっていって、まあ、この仕事をね各それぞれがいついつまでに終わらせなさいと、時間はあんまりこう関係ないからとにかくそれを終わらせなさいっていうねやり方が主流になるかもしれませんけどね、リモートの場合。ただそれはどうしてもこう能力差っていうかね、仕事早く終わらせれる人はそれこそパッと終わらせて、あとゆっくりねネットフリックス見よう何しようがもう仕事終わってるからいいんですっていうね働き方できると思うんですけど、まあ、一方で仕事が遅い人とかね、会社に所属していることで、まあ、食べていけてたっていうようなねお給料ももらえてたっていう人もいると思うんですけど、そういうところに格差は出ちゃいそうだなっていうのはありますよね。でそうやって仕事できる人からすれば、これ別に会社いなくても自分で集客さえできれば自分でできちゃうんじゃんっていうふうに思う人も増えてくると思うんで、帰属意識もなくなってくるのも相まってですね、でそうなるとまあ今後独立開業していくとかね、自分一人でフリーランスでやろうっていう人も増えるんだろうなっていう感じはしますね。でそうすると組織に残る人もね、そういうことができない、ちょっとこう生産性の低い人ばっかりが組織に残っちゃうのかなみたいなね、そんな流れをちょっと感じると少し怖い気もしますけどね、いろいろ考えさせますよね。犬の散歩とか、まあ、散歩とかするのでも東京のねビル群の中をこう散歩するのとまたちょっと違った感覚はありますよね。まあ、どっちがいいとか悪いとかではないんだけど、伊良部島から帰ってきまして、これから夕ご飯で、夕ご飯も食べ終わりましたんでホテルに戻ってきました。お部屋戻ってね、いよいよ明日東京へ帰りますんで準備をしたいと思います。ではでは、本日もお付き合いいただいてありがとうございました。はい、おはようございます。3日目ですね、本日最終日、これから朝ごはんを食べてチェックアウトとかしながらねゆっくり東京に帰りたいと思います。最高の1日に仕上げます。Starts with us taking the chance, not like anything we've done before. Oh, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh, come run away. Don't be afraid.
温泉プール、温泉とプールが一緒になってるところですね。行きました。ちょっとねチェックアウトも終わって、これから飛行機まで3時間ぐらいかな、のんびりしたいと思います。Always mixed emotions. The first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. チェックアウトも終わりまして、いよいよ宮古島ともお別れです。いやすごい充実したいい時間でした。すごいね、帰りたくないなっていう寂しい思いに駆られます。いや本当にいい旅でした。行きたい時に行きたいところに行けるっていうのは本当に幸せなことだなと。東京戻ったら自分の役割とね、やるべきことをまたしたいと思います。また東京でお会いしましょう。はい、というわけで2泊3日の旅終わりまして、東京羽田に帰ってまいりました。これからお家に帰りたいと思います。今回も動画を最後までお付き合いいただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。About time we let things go.